ニック・オファーマンはアメリカ合衆国の俳優である。1970年イリノイ州ミヌーカに生まれる。カソリック系の家庭で育ち、イリノイ大学アーバナシャンペーン校で美術学士を取得して1993年に卒業。後に地元劇場の劇団に所属した。劇団所属時代には俳優としてのみならず、大工やアクション指導なども行っていた。同時期には、 女優のエイミー・ポーラーとも知り合っている。1997年にベン・アフレックラが出演したインディアナポリスの夏青春の証魂で映画デビュー。テレビドラマの ER 研究救命室や24、24- などの人気ドラマなどへも出演を重ねていきキャリアを積んでいく。2009年には人気ドラマザ・オフィスのプロデューサーから声がかかり、シットコムの パークスレクレーションへのレギュラー出演も果たした。現在もコンスタントに出演作を増やしているほか、プライベートでは女優のメーガン・ムラーリーと2003年に結婚している。役者以外ではカヌーボート等を制作するプロとしても知られており、2008年にはファインウッドストリップカヌービルディングウィズ・ニック・オファーマンというハウツー DVD も発売された。ありがとうございます。